皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっとプライズ品の紹介なんですけれども、はい、早速こちら、はい、某アミューズメント店舗で、クレーンゲームで撮りました、こちらアクションカムですね。はい、こちら、一応、300円で、取れました。はい、結構割と簡単に取れた方ですよね、これね。はい、で、まあこう商品案はこう寝かされてちょっとこう斜めになって、はい、置いてあったんですけど、まあセオリー通り最初はこうクレーンのアームをのこう締まる力で、こうずらしていって落とそうかと思ったんですけども、まあ、こう向かって右側のこのアームがですね、ほぼ力がなくてもう押す力もないような状況だったんで、まあ、2回目でまあ作戦を変えて、この箱の隅っこですね、ここにこう開いたアームをこう下ろしていって、ここにアームの先っちょをぶつけてみたら、こうビヨンと動いたんで、じゃあ次はもう一回それでいこうってことで、もう一回こうアームを下ろしてきて、ここにコツンってやったらもうポンってしてキューと落ちましたんで、300円で取れました。で、まあこのプライズ品のアクションカムなんですけど、まあそのまあスペックというか、そういうのはどういうもんなんだっていうのはちょっとこの外から見ただけでは、まあ軽く書いてあるのは、はい、生活防水で充電時間約3時間で、気になるのが、この稼働時間ですね、約30分、30分だけかいっていうような感じなんですけど、まあまあ、USB 充電式、まあ、コード付属、マイクロ SD カード使用と、まあそれはわかるんですけど、まあこいつの詳しいスペックの方を、まあ、ちょっと開けて、調べてみたいと思います。まずは説明書ですね。それから、まあいろいろと入ってるんですけど、まずは USB のマイクロ USB のケーブルですね。それから、まあ、固定用のバンドですね、ゴムバンドと普通のベルクロのバンドみたいなやつ、それから、まあ、各種マウントがあるんですけど、これは確かあの自転車用とヘルメット用のマウントですね。はい、それがついてます。で最後に、カメラの本体なんですけれども、はい、防水用のハウジングに入っていて、これが、ヘルメット用のマウントの方ですね、これね。はい、でまあ見た感じ、まあ普通の、まあ、まあチープなアクションカムだなっていうのは分かるんですけれども、じゃあちょっとこれ防水ハウジング外してみましょうか。これをこっちに押しながらレバーを上げると、こう、はい、ハウジングが外れます。はい、というわけで本体がこちらですね。はい、表面がここはマットな塗装になっていて、後ろに、液晶モニターがついてます。で上側、OK ボタン、まあ、これはシャッターと、まあ、共用なんでしょうけども、それから、まあ、まあステータスランプですか、 LED があって、本体こちら側は、はい、ここに選択ボタンが上と下にあります。でここにちょっと見づらいんですけど、まあ、ちっちゃい穴がいくつか開いていて、ここにスピーカーが入ってます。はい、でこの反対側はインターフェースですね、非常にシンプルです。の、SD カードと、マイクロ USB のインターフェースしかありません。はい、でアクションカムにして、この、チップのアクションカムにしては珍しいかなと思うんですけど、この底面にこうなんかこう四角い枠があるんですけど、これあのバッテリーが一応、着脱式になってます。はい、まああんま意味ないような気はするんですけど、
いよ。で、バッテリー容量が、900ミリアンペアワーですね。まあ、非常に小さいバッテリーですね、これね。はい。あ、ちなみにいつも、G7X Max に使ってるバッテリーが、こちらまあ、あの、サードパーティーのものですけど、1500ミリアンペアワーなんで、まあ、スペック言って、まあ、ほぼほぼ半分くらいの、まあ、容量でしかないんですけれども、まあ、一応バッテリーは着脱ができますよと。かといって、まあ、外して充電ができるわけではないんで、あまりこれ意味がないと思うんですけどね。はい。じゃあですね、これ電源入れていきましょうか。この正面のボタン、この電源ボタンとモード切り替えボタン、こう共用になってますけど、これを長押しすると電源が入ります。はい、はい、というわけで変な自分の口を打っちゃいましたけども、はい、まあ、こういったわけで、一応電源入って、まあ、撮影するモードになってます。はい。で、モード切り替えがあって、うん、画面の右上ですか、こちらにモード切り替えボタン1回押しますと、さっきのが映像モードで、こちらが写真で、これ変わるとこれボイスレコーダーですね。はい。そしてもう1回押すと撮影した動画の、まあ、閲覧ができるモードですね。はい。でもう1回押すと、まあ、ムービーに戻るという感じですね。はい。で、こちらのモード設定なんですけど、こちらの OK ボタンを長押ししますとプチっていって、こういう風に、メニューが出てきます。はい。で、ちょっと目を疑ったものがあったんですけど、こちらよく見ていただくと、解像度ですね、解像度よく見てください。設定のところに VGA とあります。ええって思いましたけどね。今時 VGA 画質なのっていうね。だからこれが最低の設定になってるのかなと思って、じゃあいざこれ設定いじろうかなっていうと、 VGA しかないんですよね、これね。はい。 VGA しか撮れませんと。まあ、プライズ品だからしゃあないかなと思うんですが、じゃあ、写真の解像度はどうなんだっていうと、はい、こちらも VGA なんですよね。で、まあ、これ設定変えようと思っても、やっぱり VGA しかないと。はい。いうところですね。はい。はい。というわけで、このカメラで撮った映像が、まあ、こちらなんですけれども、まあ、ちょっと外で撮ったわけじゃなくて、こう、蛍光灯の下で撮った、まあ、映像なんで、まあ、ちょっと、正確なこう画質の、まあ、良し悪しっていうのはわかんないかもなんですけど、まあ、安っぽいカメラにありがちな、ちょっと、まあ、色が変な方向に、こう、偏っちゃってるっていうことはなくて、まあ、それなりに、まあ、自然な色合いが出てるとは思うんですけれどもね。はい。で、静止画がこちらですね。まあ、ちょっとこれピンボケしてるんですけど、まあ、基本的には、色合いはやっぱり、まあ、多分自然な色が出てるのかなとは思いますけどね。安いカメラにしては。はい。でまあまあ、いかんせん、VGA なんで、まあ、画質はちょっとまあ、それなりですね。はい。はい、というわけで、じゃあこのカメラ何に使えるかなと考えたときに、まあ、今後 YouTube で生放送かなんかやるときに、まあ、自分をこう撮ってこう画面の隅っこにワイプで出す用のカメラにしようかとか思ったんですけど、まあ、それだけだったらね、まあ、もうあのドンキで買ったアクションカムありますんで、これでまあ十分だと思うんで、まあ、これは、ゴミですかね。はい。
込みになっちゃうかもしれないですね。はい、手ブレ補正もついてないんで、アクションカムとしてはちょっとね、それはちょっときついかなと思いますね。はい、まあ、一応防水ハウジングがついてるんで、まあ、水に入れちゃっても大丈夫だけれども、正直使い道はまあ自分のところにはないですね。はい、でまあ撮影前にちょっとテストをした時に SD カードを差し込んだんですけれども、この SD カードスロットにこう差し込んでカチャッと入ったんですけど、1回抜いてもう1回差したら今度は SD カードが取り出せなくなってしまって、まあこういう安い製品にありがちなこのSD カードスロット不良なんですけれども、それでこうピンセットでこう無理やり取り出そうとしたらさらに奥に入っちゃってどうしようもなくなって、まあ結局この本体一回分解したんですけど、分解をした時にですね、こちらの、本体右側面にあるこの選択ボタンなんですが、この上のボタン、まあこの上下のボタンあるうちの上のボタンなんですけど、その中にあるスイッチの元になる部分ですね、そこにこう樹脂のプラスチックがついてるんですけど、それの片側、この上側のやつですね、それを分解して戻すときにちょっとなんか渋い感じがしたんですけど、それ無理やり押し込んだときに多分その樹脂を折ってしまって、上のボタンこれ全く操作ができない状態になってます。下はこうカチカチって音をするんですけど、上はもう完全に、ボタン潰してしまって、もう効かない状態ですね。はい、まあ多分、このカメラこのままお蔵入りになると思うんで、まあいいかなと。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画など再生リストなんかから見ていっていただければありがたく思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。